はい、今日も始めました競馬チャンネルです。今週はエリザベス女王杯となります。エリザベス女王杯はまずこれ、女心は俺に任せろ、ドーン。まあ軽くポイントをおさらいしてみましょう。まあエリザベス女王杯は金5走で2000メートル以上の実績馬、これがもう本当毎年使ってるデータなんですけど、これですよね。やっぱり必ずマイル、まあ1900メートル以下の使ってきた馬はあんまり良くないと、マイルばっかり使ってきた馬とか短距離ばっか使ってきた馬は全く良くないと。そしてまあ前走2000メートル以上か2000メートル未満か、これで結構違いますね。まああの府中牝馬ステークスが成績はまあたくさん出る割にはそんなに来ないと、でも毎年1頭かは来る感じだから、まあ全切りっていうのはあれかもしれないですけど、うん、金こそで 2000m 以上の実績馬だったら OK と。前走 2000m 未満だと22675勝率 2.4%、 連帯率 4.7%、 副勝率 11.8%、 2000m 以上だと884.64、勝率 9.5%、 連帯率 19%、 副勝率 23.8%、 これですね。あとまあ今回出てるメンバーで、まあマンカフェサンクがなんとだ 1,2,3 といますけど、良くないんすよね。まずまあエリザベス女王杯に限ってはまだ来てないと、一度も馬券になってないと。そして京都2200でやると3,2,3,43で勝率 5.9%、 連帯率 9.8%、 副勝率 15.7%。 これ牝馬だと1,0,0,10 全部まあ 9.1% なんですけど、まああまり良くないと割り引いてもいいぐらいですかね。なんかもうクイーンズリングを消すようなデータばっかり揃えた感じなんですけど、まあ今週の予想はこうなりました。本命タッチングスピーチ、対抗マリアライトで、黒三角ミッキークイーンで、4番手パールコード、5番手ヒルノマテーラで、6番手プロレタリアと、で7番手マキシマムドバリで、こうなりました。まあ指数が上からこうなった感じですね。でまずタッチングスピーチはなぜかというと、まあムーア、石坂厩舎、ディープリピートレース、まあ去年来てるってこと で、まあ 2000m 以上の実績馬、これですね。で対抗マリアライト、まあリピートで 2000m 以上、このまでもちょっと若干ずぶいっすね。結構しぶとく長くいい足、まあ去年勝ってますけど、ちょっと馬場悪かったのかな去年は。今年の方が軽いと思うんですけどね。でミッキークイーン、まあ 2000m 以上の実績もありますし、金5走にギアがいいっすね。これは本当にギアの深
かしてる時にもう結構抜いていけるで、トップギアでビュンといけると、操縦性も良くてすごくいいと思う。ただマイルを2回使ってるからそれが気になるな。そこだけですね。それはちょっと割引かな。でもこの黒三角成績やばいっすからね、この秋参戦、過去見てみると結構来てますよ。まあね、2連勝中なんでまあ来てるんだろうけど。で4番ってパールコード、まあこれ周華賞で2着だし、まあ 2000m 以上の実績もあるし、まあ3歳は特別にいいっていう感じでもないですけどね。でまあキレがあって競馬がうまいと。で昼のマテーラ 2000m 以上の実績、まあ、ベトスケステークスがあってキレもあって、まあ C 騎手だからまあ後ろからになると思うんですけど、それでもまあすごいキレ抜群だからこれ面白いんじゃないですか。ヒルノマテーラでプロレタリアート、これは何だろう、 2000m 以上もあるし馬券になってるし、ラップが良かったのかな。あとまあハーツクライは向いてると思うんですよね。でマキシマムドバリ 2000m 以上の実績は何だろう、前走 2000m とかかな。こんな感じです、この 7頭で。まあいつも通り5頭ボックスに3連複7頭ボックス。今回まあオッズがちょっと良くないっすね。まあ、あの1、2は買えません。まあね。これは安すぎるんで。だから、もしかしたらもう1個オッズで切っちゃうかもしれないですけど、8点か9点ぐらいまで。でまあ、3連複もまあオッズで、低オッズは切っちゃうんで。硬そうなレースっすね。ちょっと指数でも上3頭抜けちゃってたんで、もうまあ今日はクイーンズリング1円も買わないですけど、まあ大きなことは言わないですね今日は。まあ俺に任せろと、女心はまあ俺に任せろと、そういうことで今週もありがとうございました。